愛を知るカーボンドライジャパン、インチキおじさんのぞでございます。今日の話題は油圧ブレーキ。このページ、シマのマニュアルって検索すると、ものすごく親切にシマの社の方から説明書が出てて、マニュアルがね。で、ここをクリックしていくと油圧ブレーキ、このページ、はい、このページは9200件の最新の説明書なんですね。ここを見ていけば大丈夫なんだけど、その世界を相手になさってるんでね、シマノ様も。その表現が幅がある、読んだ人の判断で、どうやってやったらいいかっていうのは、その先はご自身の判断にある部分があって、それが初心者の方には難しいんじゃないかなと思うわけですよ。ですので、野沢的なですよ、野沢的なやり方を、まあ、こういう上語を使ってやるわけですけど、あとこういうシリンジね、その説明書を読みながらきちっと誰でも分かるように説明しようと思うんですが、はい、初心者様でも検索すると出てくるのはこのページね。ほんでもって、ここデュラエスっていうのをここね、ここをこうやって反転させてサーチってやると、こういうのが出てきますね。それでさっき言ったこのディアル油圧ディスクブレーキディアルコントロールレバーっていうとこポチッとすると、こういう、なんつったらいいんですかね、質問集、ケースバイケースね、質問集の項目になって、ここにさ、いいのがあるわけよ。これシマの純正ミネラルオイルの交換、ここをポチッとやるとこういうのが出てくると。で、一番上の方は排出する方法が出てくるんですね。1から始まって6、7、8、9、10と、ね、初心者の方向けでやってるからね、これは排出するとき。で、ちょっとここで覚えてほしいことが、9番見てください。ここに油が排出されます、ここ覚えてほしいの。レバーを操作しながら行うと油を排出しやすくなりますって、ここにシマノの説明書に書いてあるってことは、上から上っていうのは、つまり STI レバーから下の方に落とすときにレバーを操作しても壊れないよって言ってるんですよ。これ一つ覚えておきましょうね。本当はここは自然落下で大気圧が上に上部にかかって下がって、ここで排出するっていう話なんだけど、その中のやりやすい方法としてレバー操作をしてもいいよって書いてあります。ここにちゃんと書いてあるね。これ覚えておこうね。これで下がっていくと、排出は9で終わって、ここにミネラルオイルの注入と気泡抜きっていう項目、ここで分かりにくいのが2つあるのよ。入ってて、ここにブリードボスから油を注入しますってあるじゃない、書いてあるのよ。ほんでここに油が5番9の5かっこ5、気泡が混じっていない油が出てくるまで油を注入し続けますって書いてあるんですよ。し続けますなんだけど、これがついてて、こうやって押してって注入し続けるって言ったらここで終わっちゃうよね。終わっちゃった場合にどうするかですよ。油を注入し続けたい、し続けたいのにこれが空になっちゃったらどうするかって、ここ初心者様に言っとくけど、これを一旦取って、この中に補充は絶対やっちゃダメだからね。これを一旦取った瞬間、次にくっつけた瞬間に、ここに泡が入るわけよ。どうしてもここに空気が入っちゃうから、今までやってた行為が水の泡になっちゃうのね。これ取ったら取っちゃダメなんです。これは取らないで油を注入し続けるにはどうしたらいいかっつったら、もう私野沢の解釈は一つ、上の上部からこいつに送り込むしかないので、いつも動画にしているように、上でレバーをにぎにぎして、これを逆流させて、握ったたびにキュン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 って戻ってくるから、それがいつもやってるやつね。さっきここにはレバーを握ってもいいって書いてあったからね、レバー握っちゃダメなんじゃないのっていう意見はもう払拭されるわけだ。で、その時にコツとしては、ここの絵シリンジがさ、横言っちゃなんだけど、こうし
ちょっとこんな感じになってるの、こんな感じに。これダメよ。この絵は、この配置はダメ。こうなってないとダメです。その行為をするのは。これが垂直に立ってないと、ここから出てきた余分な泡が上に溜まってくんないのね。こう横にしたら意味ないからね。シリンジは必ず垂直で保持です。はい。9番ね。9番の5。さて、野沢の解釈ですね。この9番の5、分かりにくいね。注入し続ける問題はそれでクリアします。13番が問題なのよ。レバー、13番ね、13番。レバーを操作、つまりにぎにぎすると、システム内の気泡が穴から上下に上がってきます。私が言ってることと同じだよね。泡が出てくるのに、それを私は針金でつっついて、こう、上に登らして除去していくんだけど、それは同じこと言ってますね。ここに気泡が出なくなるまでゆっくり繰り返してくださいって書いてあるじゃん。書いてあるんだけど、これ真面目に私やっても30分ぐらいかかります。それを10秒で終わらせたと思うんですけど、シマノ油圧システムのしつこくやってて新しく発明したっていうか、発明っていうか発見した画期的な方法をご紹介しようかなと思うんですよ。泡のないものを入れてやって、この注射器をですね、取りますね。今こんな感じでございます。今この子はどういう状態になってるかっていうと、いつもやってるように、こうやるとやっぱり泡が出てくるわけよ、こっから。ああ、出てくるね。はい、ここにこう、新しいこの注射器、ここにこういう金具がついてるんですよ。こういう金具がね。で、これをここにね、こうやって入れんのよ。今泡入ってないんですよ、このチューブの中にはね。なんかね、上下の穴にぴったり合うのよ。気持ちよく入るの。で、この注射器をちょっと引いてみますね。ほら、ほら。どういうことでしょう。一回こうパチッてはまんのよ。スコッてこう気持ちよくはまんだよね。今あの上下の穴に入ってるんですよ。キュッと引く。お、もう出なくなった。うん、こんなのシマノのマニュアルには書いてないことだけどさ、あのガッチガッチリな感じよ。ガッチリな感じで、いつものようにこうやって、おー出ない、ちょびっと一回今、おー出ない出ない、泡出ない、なんてこと、なんてことってのはどういうことかっていうと、いつもはこれね、あんまり言いたくなかったんだけど1時間ぐらいやることもあるのよ、ここに泡が出なくなるまで、この状態になるまで。お、出ない、やばい、すごいこと発見したかも。これいいよ、これいいんじゃない。ものすごいバッチリこう硬いですよ。スポンジーな感触はない。あ、大丈夫だ、お、大丈夫。はい、そのようにね、私は13番であるこの STI レバーの中の無用な泡を取る方法を、こうやってこれを負圧をかけてやる、こう引っ張ってやるね、引っ張ってやって、こうやって泡が出るわけだよ。今つながってるんですよ、ここね。つながってて、こうやって引っ張れば泡が出てくっていうことを やると、わずか10秒ぐらいで終わっちゃうわけよ。今まで小1時間、小1時間かかってた作業がね。だけどそれは、シマノのマニュアルには載ってない話で、私は考えます。そんな、私の思いつきで、シマノの作業要領書に書いてないことを行った場合に、このブラックボックス、ブラックボックスですからね、ブラックボックスなこの STI レバーの内部が壊れちゃって、走っててギュッて握ったら効かなくなっちゃったら、私はもう業務上過失致死になっちゃうわけよ、事故ったら。大事なんですよ、このブレーキはね。人の命がかかっている。その時に、先ほどあのシマノの客船、に電話をしていろいろ情報を交換して話をしていくと、条件付きで、これは私の考えね、シマノ
島野さんの公式見解は書いてあることしかやっちゃダメですよっていうことになってっからね、これは私の思っていることですけども、この中に油があって、合ってる状態でこれを入れて引っ張って、つまり負圧をかけるわけだけど、今世の中にはいろんな人ぐやーってやんない限りは私は大丈夫だと考えてます。なぜかこれって中には、油がぴったりの量じゃないのよ。この STI レバーの中にはフロート室っていうのが今でもあって、昔と同じようにある量がここには蓄えられてます。そのある量ってのは何かというと、パッドが減った分だけ、下の方にホースの方に行くから、こいつがぴったしカンカンな量だとこれ足んなくなっちゃうじゃん。だからここにはある、だ要はね、パッドの体ゼロになる体積ぐらい、マージン見てパッド3枚分ぐらいはこの中には溜まる余地があるわけよ、この中にはね。でそれは膜で、ダイヤフラムっていう膜でぴったりになったり、こうなんつったらいいな、あのカエルの昔話カエルのお父さんの昔話って知ってる？どん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 、あのこれぐらい大きいのかっていうカエルの親子の話があるじゃない。だダイヤフラム同じように、例え話がよくないかね。ダイヤフラムがこうやってあって、だん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 こうやって減ってって、こう容積を調整する機構がこの中にあった場合に余地はあるわけよ。なのでここでこうやって引く分がちょっとだったら、ちょっとずつやっていけば泡をこうやって引いて、まあ一回取って、このここから補充してやって、解放してね、でもう一回つけてキュッて優しくやる分には、私は危険はないって考えてます。はい、だってさ、注射器で優しくちょっと引いたぐらいでこの中の膜が壊れるようだったら、こうギュギュ握った瞬間に壊れちゃうからね。こいつは安全圏、安全マージンがあるので、優しくやる分にはこの方法ね、3、40分が10秒で終わっちゃう方法は私はやりました。でさっきから何十回もギュ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 やってるけど全く問題ございません。いい方法だと思うんだけどね、まあ、あくまで私のやり方で、これを真似た人が何か起こしても責任は取りませんよ。なぜかというと、その人がギャーって引いちゃうかもしれないからね。世の中には非常識な人がいっぱいいるんで、私は優しくやってる、優しくキュッキュッキュッ、泡がプクって出てくるのよそんな感じで、はい、説明書、島のマニュアル13番における STI レバーの内部の泡を除去する方法に新しいやり方をあの見つけたんで、報告。くれぐれもダーっていっぱい引かない、ほんの優しくちょっとね、はい、そんなわけです。幸せな自転車ライフをどうも。